富山県公文書館は、富山県富山市茶山町にある公立の公文書館である。富山県公文書館は、県政に関する重要な公文書及び、県の歴史に関する文書を保存し、及びその活用を図り、もって県政及び、県の歴史に関する知識の普及と開かれた県政の推進に資するために設置された富山県の公文書館であって、 1987年4月1日に開館した。申請によって公文書等の閲覧や副写を行うことができるほか、文書や剣士に係るレファレンスを受け付け、資料の調査研究や管理収集を行っている。また、企画展、歴史講座及び古文書教室を開催している。所在地は、富山市茶屋町33-2であって、西側には、 渡りない廊下にて隣接する富山県立図書館、近隣には、富山県埋蔵文化財センター及び、県営富山旧道場が存在する。富山県公文書館竣工記念植樹1964年7月1日、富山県市編纂室が、富山県立図書館内に開設された。その後、1966年7月に、編纂要項が決定され、 1987年3月27日の県主編纂室の解散まで約20年にわたって県主編纂事業が行われたが、この間に県主編纂室は国内外の図書館、文書館内市研究機関より多数の資料の提供を受けた。富山県公文書館の解説はこうした県主編纂過程において収集された。 死資,資料を加増するという目的が一つにあったのである。このような観点からすでに1971年に越中市団会が、1978年に富山県歴史教育研究会が文書館建設を要望している。また、1983年に神奈川県が情報公開制度を整備したことをはじめとして、 各自治体においてはその制度の整備が要請されていたという時代的状況があった。富山県においてもこのような情勢に鑑み、1983年4月に策定の富山県民総合計画において情報公開制度の準備が課題とされ、これにかかる窓口の開設や公文書の管理体制の整備が計画されている。また、 富山県庁内の書庫が狭愛であり、増加していく公文書を保存するための施設としても公文書館の建設が求められていた。このような情勢を背景として、1983年9月に富山県は財団法人地方自治協会に公文書館に関する調査研究を委託し、1984年3月に同協会より、 富山県公文書センターの調査研究報告書の提出を受けた。同報告書に基づき、富山県は公文書館の具体的建設計画をまとめ、1985年10月12日に非公式を挙行し、1986年11月に竣工資料の搬入や整理を完了した後、1987年4月1日に開館した。 全国で16番目に開館した公文書館であった。情報公開窓口としての機能富山県においては1987年を文書管理元年として位置づけ、開かれた県政を推進するために文書管理の整備を図り、富山県公文書館の開館と同時に富山県情報公開条例を施行した。富山県文書管理規定によると富山県における 各公文書の保存期間は、永久、10年、5年、3年及び1年に分類されており、このうち保存期間を5年経過した公文書が、富山県公文書館に引き継がれることとなっている。公文書館長は引き継ぎを受けた文書について、適当に管理番号を付し、書家に配置して、保存文書の目録を作成する義務を負っており、県民の利用に供されるために、 管理されている文書については何人も開示請求を行うことができるとされた。富山県公文書館においては、この開示請求を開館以来、情報公開窓口において受け付けていたが、2006年4月1日より、同窓口を閉鎖し、業務を総合窓口に一本化した。また、同時に、行政観光物等の一部資料も富山県立図書館に移管されたが、 富山県法、富山県議会議事録及び、富山県統計書等は、従前の通り公文書館において、従覧に供されている。資料保存施設としての機能検視編纂過程において、得られた資料とともに、1883年の富山県設置以来の公文書を保存しており、1988年の公文書館文書目録観光以来その、 目録編纂事業が行われているほか、1989年からは、県史関係資料を中心とした実態調査を実施している。また、2004年7月1日からは新たに、古文書110番と称する窓口を設置して、県民の所有する古文書の調査や保存方の指導に当たることとなった。古文書の保存については調査研究の上、図書館や、 博物館等の適当なる公的機関へ帰宅あるいは寄贈することを鑑賞しているが公文書館自体が古文書の寄贈を受ける場合もある。また資料を通じて歴史を調査研究する施設として一定の需要を有し、県政史を紹介する企画展や歴史講座が行われている。感謝は1986年11月に竣工したものであって、 敷地面積は1950平方メートル、建物、延べ床面積は3997平方メートルを有する。鉄筋コンクリート造りの地上を2階、地下1階の事務棟と、地上3階の庫棟によって構成され、事務棟1階には閲覧室、展示室、ホール、事務室及び搬入、二ほど機室、事務棟2階には、資料整理室及び研修室がある。 書庫は1階につき726平方メートルの面積を有し、高温高室を保つための空調設備を設置している。2001年度からは、書庫の終日空調化を実施するとともに、簡易燻蒸機を導入して、燻蒸を行うことにより保存機能を高めている。初回延長は1 8トルである。富山県公文書館所蔵の富山県放送館を所蔵している。 公文書は、地方自治法施行以前のものが、合計1,905点、現用保存公文書が2017年3月31日現在において14,700点、ある。古文書等の資料類については、富山県市編纂課過程において収集されたものを、主としており、携帯は、副写文書を中心として、フィルム化されているものや筆者されているもの、印刷され、 図書となっているものなど多岐にわたる。これらの資料は古代、中世、近世、近代、現代、高古、民族の7部門に分類して配下され、順次製本を行うことにより閲覧のように、供している。このほか、各地方自治体の観光した、都道府県市や市町村市、研究機関より受蔵した観光物等が所蔵されている。富山県公文書館においては、 文書の閲覧及び副写を行う場合、閲覧申し込み書内し副写依頼書を提出せねばならないが、富山県知事は、富山県公文書館条例施行規則第5条の定めによって文書等の利用を拒否することができる。この利用の可否の判断については、県民の利用に供しない公文書等の判定委員会の判定によって、 行われるが、開示請求が拒否された場合に開示請求者が不服の申し立てを行った場合、富山県情報公開条例の定めるところにより、富山県は富山県情報公開審査会に諮問し、その答申を受けねばならない。この富山県情報公開審査会は、2001年6月27日の富山県情報公開条例全部改正以前は、 富山県康文書開示審議会と称されていた。開館時間は午前9時より午後5時までで、土日祝日、1月2日から1月4日、12月28日から12月31日までは、休館する。このほか諸子整理等のために臨時に休館する場合がある。2016年度における入館者数は4227人であった。 各年度別の利用者数は以下の通りである。2016年度における閲覧件数は1109件であった。各年度別の閲覧件数は以下の通りである。2016年度におけるレファレンス件数は126件であった。各年度のレファレンス件数は以下の通りである。ありがとうございます。